はいどうもバタデン2100でございます。今回は特注のトミカを買ったので紹介します。今回は、はいこちらです。松江市交通局のイスズエルガです。こちらは昨日発売されたばかりの松江市交通局限定のトミカで1台1000円で、今回ね3台買いました。まあ改造用とかもあるんですけど、まあとりあえず3台買っときました。こんなね袋に最初から入ってました。珍しいですね。ちょっと取ってみますか。よいしょ。でこのイスズエルガのトミカ自体は今まで多分特注でしか発売されてなくて、一般のラインナップには入ってません。なのでそもそもこのエルガ自体が多分結構レアになるかな。でまあさらによく見るねこの松江市営バスが本当にトミカになるとは思ってなくて、最初発表あった時驚きましたね。でこのトミカもイスズエルガで、ここにもね箱にもイスズエルガって書いてあるんですが、実はこの松江市交通局にはイスズエルガは1台もいなくて、エルガミオとかキノブルーリボン2とかレインボー2がいます。このナンバーの車は本当はイスズエルガではなくエルガミオとして走っています。まあそこはねトミカなんで別にしないでいいと思います。でまあ箱ももちろん特注トミカなので、このようにちょっと変わった感じになってます。松江シティトラフィックオフィスって書いてありますね。で箱の上には、国宝松江城と宍道湖の夕日が書かれています。いかにもねまあ松江市らしいやつですね。で裏はこんな感じ。じゃあ開けてみますか。いやもうねほんとこれ楽しみだった。もう何台でも買ってもいいぐらい。よいしょ。はい。うわ、なんか逆さまに入ってる。よいしょ。いやね、これほんと塗装綺麗だね。かっこいいな。はい、正面はこんな感じ。いやね、ほんとね、エルガっぽさがちゃんと出てます。僕このエルガのトミカ初めて買ったんですけど、結構いい出来ですね。で行き先は松江市交通局で、ナンバーが島根200かの577、実在するナンバーですね。いやー綺麗。この塗装一個一個は結構綺麗に仕上げられてます。側面の表示も松江市交通局。僕特注のトミカ自体初めて買ったんですけど、本当にこの細かいね印字がすごい綺麗でいいですね。で後ろ側はこんな感じ。いやーいいね、かっこいいね。本当僕はやっぱ一畑バスよりもこの松江市交通局の方が色合い的には結構好きですね。本当にこの青系の塗装が本当にかっこいいと思いますね。実物もただやっぱ実写はフルラッピングがほとんどなので、なかなかこの塗装すっぴんっていうのが見れないんですよね。そこがちょっと残念なとこですね。いやーこれは1台1000円の価値あるわ。ほんともう1台も開けちゃいますか。よいしょ。3台ねやっぱ並べてみたい。はい3台並べてみました。すげえかっこいい。本当にやっぱ僕バスの中ではこの顔が一番好きなので、本当にかっこよくていいですね。でまあこのうち1台は一畑バスかなんかに改造しようと思ってるんですけど、まあねもともと1台1000円の特注トミカなんで、ちょっと改造するのがねちょっと怖いというか、そういうのがあるんですけど、まあどうにか一畑バスだけでも作れたらいいなと思ってます。でこちらのトミカは松江のいろいろな施設でも買えるんですが、通販もやっているようで、送料が510円かなんかかかるらしいですけど、一応まあ松江市交通局のホームページから買えるようになってます。そちらのリンク概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回はこちらの特注トミカ松江市交通局イスズエルガを紹介しました。それではさようなら。